葛飾区でゆかりのキャラクターをモチーフにしたユニークな公園が相次いで誕生しています。きっかけは地域の住民からの要望でした。新しい公園の愛称はモンチッチ公園です。公園内のさまざまな場所にモンチッチが描かれています。住宅街にできたこちらの公園、正式名称は西新小岩五丁目公園で、広さは多目的広場と遊具広場合わせておよそ4000平方メートルです。モンチッチはこの場所にかつて工場があった玩具メーカー関口が1974年にぬいぐるみとして生み出しました。これまでに世界30カ国以上で7000万個販売されているほか、区の観光協会の広報課長にも任命され、イベントに登場するなど区民から広く親しまれています。今回区が新しい公園を作る際に住民とどんな公園にしたいかを話し合った際、モンチッチをモチーフにしてほしいという要望があり、その声を区が実現させました。普通の声あんまりキャラクターいないからね、なんか可愛らしくて遊具も綺麗だし楽しそうですごくいいと思います。公園内には防災倉庫が設置され、地域の防災拠点としての機能も備えています。一つは憩いの場だと思いますし、一つは防災の拠点として愛され続けると、それでなおかつモンチッチ公園ということでモンチッチというものを語り継がれてたらね、こんな楽しいことないですね。公園はあさってオープンし、記念式典にはモンチッチ君とモンチッチちゃんも登場します。そして葛飾区内では同様に、住民からの要望でキャラクターをモチーフにした公園が先月初めて誕生していました。堀切菖蒲園駅近くの商店街にできた公園で、堀切のイメージキャラクター堀切にちなんでいます。楽しいです。キキリンさんとかついてるのはどう？いいと思う。滑り台かわいい。ちっちゃい子が喜ぶ。土日には堀切が登場することもあり、キャラクターに会える公演を目指しています。キャラクターの名前をつけることによって、堀切り公園、モンチッチ公園ともにですね、皆さんから愛されるような愛着のある公園になっていけばと思います。区はキャラクターにちなんだ公園を作ることで、住民たちにより親しみを持ってもらい、地域の活性化につなげたいとしています。